梶原武雄二月二2月25日から2009年11月28日は、囲碁の騎士。新潟県佐渡市出身、日本棋院所属、九段、関山里十九段門下。優れた、対局間と石の形にこだわる、弓道的な姿勢、及び、若手騎士への訓導で、囲碁界に大きな影響を与え、また多くの新定石も生み出した。えぐるような厳しい気風は、 ドリル攻め、ヤスリ攻め、部分間隔殿下一品と呼ばれ、恐れられた。武田三竿五段は姉。新潟県佐渡郡旗の村に、昇家の七人兄弟の長男として生まれる。父は五月で、姉、三竿が、父の中学の同級生で、寄生者の藤原七師に習っていた影響で五を覚えた。父の仕事の関係で一家で上京。11歳の時に、知人の紹介で、 家の近かった、関山リーチに六子の試験後を打ち、入門して通い弟子となった。その後関山の師匠格にあたる久保松勝清に六子で、打って陰性入りを認められた。1937年入団。初参加の大手愛で最年少期しながら、第8位となり、起動死で本因坊秀才との参考曲を企画され勝利。この時期、 市の関山の弟,弟弟子にあたる半田道元と共に、研算した。1941年の第二期本因坊戦の、関山李一と橋本宇太郎の挑戦手合で、関山が二局目で、病気危険となった際、当時五段の梶原が、市の関山の代理で橋本と対戦するという案が、持ち上がったが、実現しなかった。この直後の大手合での対戦では、梶原は橋本に勝つ。 1944年に、この頃右目がほとんど見えなくなっていたが招集され、中国先生に出生。1946年に復員し、1947年に日本起因に不満を訴えて、前田信明、坂田坂浦八騎士で囲碁新社を結成して、日本起因を脱退。1948年に、坂田が合成元との3番号に敗れた後、 梶原も千番逆込みで、クレに挑むが敗れ、単独で日本棋院に復帰、1949年に残る七棋士も復帰した。この頃、藤沢秀幸、山部と郎と並んで、戦後サンバガラス、アプレゲールサンバガラスなどと呼ばれた。1950年の日本棋院と関西棋院による東西対抗戦に六段で出場し、 西軍の細川千人七段に勝利。続く東西大抗の勝ち抜き戦では、瀬川義雄、住野武志、大中心、本因坊勝軍に4人抜きして、東軍勝利とした。1964年の王座戦では決勝に進み、当時前世の坂田坂夫との3番勝負に2連敗で、敗れる。1965年9段、名人戦リーグ入り。 その後も1973年に全日本第一位、決定戦挑戦者、1977年、五聖戦リーグで、同率挑戦者決定戦、進出、1983年に10段、戦勝者組決勝進出など、各棋戦で活躍。1950年から54年まで、日本棋院院政師範。北に実るの内弟子の道場が四谷に移転したとき、 その弟子たちの研究会を梶原が始める。北に文下の多くの騎士に加え、瀬越検索文下の総訓言らも参加し、大いに影響を受けた。また関山一坊を都合に、関山一門による研究会にて指導者を務めた。1965年に法中医護施設団団長を務める。また、日本医護連盟の医護通信教育で主任教授を務めた。序盤を、 学問的探求心を持って深く研究し、後は序盤こそが学問、中盤は戦争やに、終盤は脳裏に任せておけばよいといった発言も残っている。またこのため、序盤に持ち時間を使い果たし、終盤で逆転されるといったことも多かった。長考派としても知られ、1960年王座戦の橋本昭治戦での今日のハマグりは思いの一言は有名。 TV の NHK 杯などの解説では、歯切れのいい、梶原説が人気を呼んだ。2001年には、週刊後に、半生を綴った、石心一郎を連載。仲間内の愛称は、その毒舌により森の石松から取った、石。趣味は、詩吟で、竹風流横山学生から奥伝を授与されている。2000年3月31日に引退。通算成績は、 595百458敗11、事後。4人抜きで、決着東西対抗第5戦勝抜け戦、第6局、梶原武雄6段、本因坊勝雄梶原武雄、本因坊勝四44から77手目坂田を、追い詰める、第12期王座戦、決勝3番勝負第2局互い戦、梶原武雄8段、本因坊永住名人、梶原武雄、 本因坊 A 樹75から114手目梶原は、いくつかの荒手、新定石を編み出し、梶原ワ定石の名で知られているものも多い。代表的なものとして一家がある。白は数個を捨て石にした代償に、黒一石を突き抜いて切り離し、先手で勢力を得る。この後白 A に封鎖するのも手厚いが、手を抜くことが多い。後の黒 A には、墨の白石にはこだわらずに、白 B と外す要領。 1> 黒1、白2に対して、従来の7でなく3に抑え、白12まで。この後黒 A に抑えるのが、部分的に後継だが、右辺に先着する手もある。小目の大ゲーマがかりに一軒に挟む形で、黒11の掛けが、梶原の荒手で、黒15までが定石となっている。従来は11では黒 A、白 11, 黒15と運ぶ手が多く打たれていた。 また当初は15の手で B と打っていたが、その後15が主流になった。小目の一間高かがかりに植え付けして、白4と伸びるのは、場合の手だが、黒5から9となった時に、白 A、黒 B として、白が先手を取るのがよく打たれる定石。ここで黙って、白10と下がるのが、かじわら案。黒 C の切りには白 D で取れているのが利点だが、 白が後手であり、かなり特殊な手段。黒の中国流に、白1、黒2の後、白3とのくのが、梶原の総案した手法。黒4の次なら白5に、開くが、黒4で A なら白は、右上の裁きが容易であるので、左辺 B などに先着する。騎士の研究会やテレビの解説などで、数々の信号を発し、誤解に広まった。長い説明を省いた略語が多い。 ありがとうございます。